これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。荷造り終わったんか？母ちゃんが用意してくれたおにぎりとお餅、全部持ったか？バッチリや。ちゃんと全部詰めたさかい、しばらくはしのげるわ。うちが家におらんようになるけど、体には気ぃつけよ。時間通りに薬飲みよって母ちゃんにしっかり言っといて。いざとなったらうちが帰ってくるまでしばらく店閉めてもええんやしな。お前が長旅に出るっちゅうが俺らは心配なんや。俺も母ちゃんもここから出たことないさかい、稲妻人が外の人からどう思われとるんか、話してくれはる人はおるんか、何もわからへん。そんなん心配せんでええって。ここに外から来た人らかてみんな親切で熱心やろ。シャブ業のトーマも昔はモンドから来たらしいけど、トーマには好印象持っとる人らばっかりやんか。豆腐？ああ豆腐な、ずっと切らしとったから今朝買うてきといたわ。ちゃうって、トーマやトーマ。こないだ故郷の酒屋言うてうちにお酒持ってきてくれたやん。こういう会話を聞くのって久しぶりで、なんかホッとするよな。あんたらやめっちゃ久しぶりやな。もうすぐ旅に出れるさかい、ワクワクしてもうて。あれからいっちゃん変わったこと言うたら、外国人がぎょうさん稲妻に来るようになって、こっちからもぎょうさん人が旅に出てったことやろ。あんたらみたいにテイワとあちこち旅してたらあんまわからへんかもしれへんけど、うちらにとってこれは夢を実現する千載一遇のチャンスやねん。確かに長い鎖国令がやっと終わったんだもんな。お前さんらのことは覚えてるわ。よいみやの友達やったな。すごい功績残した言うて稲妻全体に広まっとるで。こいつお前さんらに憧れとってな、二人みたいになれたらええなってよう言うとるわ。なんか照れるな。ヒーローになりたいっちゅう夢は誰かてちっちゃい頃に一回は持つやんか。それは大きに。うちはただの職人やさかい、ほんまは落ち着いた生活の方がええ。せやけど機会があったらもうちょいかっこよくなりたいなって。それはそうと。お前さんらは花火注文しに来たんか？そうや、堪忍堪忍、自分の話に夢中になってしもたわ。これからしばらく花火の制作はまた父ちゃんに任せるんや。父ちゃんの腕は知ってるやろ、ほんまにすごいさかい、心配せんと注文してや。いやいや、オイラたちはたまたま通りかかっただけで別に用事があったわけじゃないんだ。そうやったんか。うちら全員手合いとるんは珍しいな。そうやったらもうちょい話そうや。うちも急いで出ようと思ってたわけちゃうし。そうだ、旅に出るってよいみやはどこに行きたいんだ？わからへん。えっ？けどまあ旅の目的は決まっとる。うちはテイワットで一番壮大な雨みたいに降る流星群が見たんや。でもそれがいつどこで見れるんかわからへんさかい、旅しながら探すか思てんねん。それだけかよ、もっと詳しい情報はないのか？それがまだつかめてへんねんな。もともとがうちに伝わる物語でただの言い伝えみたいなもんやから。昔うちの祖先はその流星雨を見て新しい花火のインスピレーションが降りてきたんやって。父ちゃんはインスピレーションは見たものとか知ったものの融合や言うとった。同じ景色でも見る人が違ったら
そこから連想することも変わってくる。今の稲妻は昔とは全然ちゃうやろ。うちが流星雨を見れたら全然ちゃう花火を思いつけると思うんや。せやろ。まあ外に出て見て回りたいいうんがいっちゃおっきい理由やねんけどね。いいと思うぜ。チャンスも時間も揃ってるなら思いっきり楽しむべきだもんな。よう分かってるやんパイモンちゃん。知り合った時よりごっつお利口さんになったんちゃう。お前みたいなやつは大好きだぞ。嬉しいことを言ってくれるぜ。スメールか、聞いたことあるで。木が行さんあってすごい学院もあって、それから大きい砂漠もあんねんやろ。そうだぞ、あいつらはすごいんだ。流星雨のことを聞いたらきっと答えてくれると思うぜ。ほんまに？せやけど研究者に言い伝えの話なんか聞いたら嫌がられへんかな。それがただの言い伝えかどうかは聞いてみないとわからないだろ。安心しろって、オイラたちは教練員にもすごいコネを持ってるんだぜ。正しくはこいつがだけど。でもそんなん頼んでしもたらあんたらの時間まで無駄にしてまうやん。あんたらの予定にはもともと入ってへんかったんやし。うんうん、遠慮はいらないぞ。お前だってこの間手伝ってくれただろ。ほなお言葉に甘えようかな。スメールで思いっきり楽しもう。父ちゃん、干したらうちは二人と一緒に行くわ。これでちょっとは安心できるんちゃう？おお、それがええ。それやったら俺と母ちゃんも安心や。二人も体に気ぃつけよ。すぐ戻ってくるさかい。ほな離島行って船乗ろ。道中ほんまに気ぃつけて楽しんできや。他の人からも聞いてはいたけど、百聞は一見にしかずっちゅうか。自分の目で見てへんかったら一生かけても想像つかへんかったやろうな。で、あんたらの言うとった学院、教練院っていうんはここにあるんか？いや、教練院はスメールシティにあるんだ。川沿いに北へ遡って進んでいかないとな。
るほどな。スメールシティってきっとここよりもすごいんちゃう？論文？ようわからへんけど、なんか焦燥感に駆られる感じがする響きやな。とりあえずスメールシティに向かうん？ずっと興奮しっぱなしで、何から始めたらええかわからんようになってしもたわ。旅で一番大事なのは思いっきり楽しむことなんだから、そんなに深く考えるなって。はよ本題に取り掛からへんかったら、あんたらの予定を崩してしまうんちゃうかって思っててんけど、あんたらがそう言うんやったらあちこち見て回ってもええかな。アジャンタ彫刻店直営ショップへようこそ。気軽に見ていってくれよ。おお、なにこれ、全部めっちゃ可愛いやん。これは今お店で一番売れてるアランナラ木彫りっていうおもちゃさ。子供たちの間で語り継がれる童話をイメージしたデザインで、あいつらには特に人気があるんだ。こちらの方は稲妻から来たお客さんか？この木彫りはお土産に最適だぞ。アランナラやったら知ってるで。船でアランナラの物語を聞かせてくれたけど、まさかこんなに可愛らしい見た目やったなんてな。道理で子供たちに好かれるわけやわ。それに一つ一つがほんまに綺麗な仕上がりやわ。ちょっとじっくり見させて。よいみやなら気に入ってくれると思ってたし。でもさすがのよいみやでも本物のアランナラを見ることはできないだろうな。うん、よいみやにはちょっと悪いけど、オイラたちもアランナラとの約束を守らないとだしな。でもよいみやは気にしないと思うぜ。あいつの世界はすでに空想の生き物でいっぱいだからな。よし決めた。これとこれにするわ。あとさっき見してくれたそっちの2つも。え、そんなにいっぱい買うのか。せやで、サイカたちも多分気に入るさかい、帰って子供たちに分けよう思って。荒滝派と対決する時の商品とかにしてもええかもな。それに窓際に並べてあるとこを想像してみ。朝起きていっちゃん最初に目にするもんがこないに可愛らしかったら、一日中ええ気分で過ごせるやろ。おおきに。干したら選んでえな。なんだか見た目がよいみやに似てるよな。そう言われてみたらほんまやな。奈良パイモン、こんにちは。うち、アランヨイミヤ。ポッピッ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 。こういう喋り方なんやっけ。うち、会うてたやろ。すごいぞ。船でちょっとだけ話しただけなのに、もう覚えたのか。だっておもろいやん。こういうこと覚えるんに関しては、割と自信あるで。はいよ、前通り。お客さんたちは本当に面白いな。スメールで楽しい時間を過ごせるように祈ってるぞ。オルモス港もほぼ回れたし、次はスメールシティに行こうぜ。せやな。そろそろ本題に入ろう。諸学者たち、僕の大切な故障。前通り、楽しんでってくれよ。
市場よりももっと賑やかやねんな。ここはトレジャーストリートって言うんだ。この坂をずっと登っていくと教霊院で、幹の中に入ればグランドバザール。どっちも特徴的なとこだぜ。今同じ服着た人たちが上から降りてきたんやけど、あれって教霊院の制服なん？そうだぞ。学院によって帽子の柄も違うんだ。今から探すのはメイロン派のやつだけど、星のことならあいつらに聞けば間違いないぜ。要するに一般的に教霊院に出入りするときはああいう服を着んとあかんの？そんなことはない気がするけど。うちの今の姿であんたらと一緒に入ったらちょっと目立ちすぎるんちゃう？お前が照れるなんて意外だな。いやいや、ちゃうちゃう。向こうの立場になって考えてみ。もしあんたらが教霊院の学生で今は勉学に励んでる最中やったとして、そんな時に突然怪しい格好したよその人が乱入してきて、あたりをキョロキョロ見回したり歩き回ったりしたら、お前の言いたいことは分かった気がするぞ。やろ？確かに人の目を気にしすぎる必要はないねんけど、それは時と場所を選んでからのことやと思う。とりあえずはこの近くを見て回るわ。あんたらの言うてたズバイルシアターも見てみたいしな。教練員の方はうちがスメール風の衣装を用意してからにしような。わかったぞ。まあそこまで考えなくてもいいとは思うけどな。服を仕立てるんだったらニーローがいいところを教えてくれるかもな。ええやんええやん。ついでに公園も見れたらええな。ほなうちはここら辺ブラブラしてくるさかい。ごめんやけど流星雨のことを聞き回ってきてくれへん？うん、行ってくるぜ。あんま遠くには行かんようにするし、飽きるとかの心配もせんといて。暇つぶしの方法なんかなんぼでもあるさかい。ずいぶん待って。さてまずは何しよう。何売ってるんか見て回ってみようかな。探すとは言ってみたけど、よくよく考えたら適任者がいなさそうだな。アルハイゼンなら知ってるような気がするけど、あいつには頼みたくないぞ。とりあえず適当に聞いて回ろうぜ。もしかしたらメイロン派の人もいるかもだしな。あなたたち迷ってるみたいね。どうしてあなたたちに持てる全ての知恵を授けてくれる誰かさんのことを考えてみないの？うわー、
学者と会うつもりだったんだけど、あなたたちが入ってきて困ったような顔をしているのをたまたま見つけたから来てみたの。ちょうどいいタイミングだったみたいね。おう、オイラから説明するぜ。実は今友達と一緒にスメールに来てるんだけど。なるほど。その顔、次の流星雨はまだまだ先ってことか。そうね。それよりももっと興ざめな答えかもしれないわ。あなたたちもこういう話は聞いたことあるでしょ。テイワットの空に浮かぶ星は人の運命とつながっていると。確かにそのことなら結構聞いたぞ。星が運命を示している。だとしたら考えてみて。運命がそっくりそのまま予測された結果に従うはずあると思う？うん、確かに。今のメイロン派の研究によると、流星雨は多くの人間の運命が複雑に絡み合って起こる天文現象なの。現れるタイミングはかなりランダムで、予測しようとする試みはいくつかあるものの、どれも信頼性に欠けているわ。これって定期的にやってきて見るものを祝福してくれるなんて民間の言い伝えとはだいぶかけ離れてるでしょ。つまり気軽に見られるもんじゃないってことか。そういうことなの。ごめんなさい、失望させちゃったわね。ヨイミヤが知ったらきっとがっかりするだろうな。どうしよう、オイラこれじゃ気が済まないぜ。あなたたち大丈夫かしら。想像以上にショックだったみたいね。の、オイラはただあいつが、それじゃああんまりだと思うんだ。わかったわ。二人の口ぶりからすると彼女はとても親切で優しい人なのね。あなたたちがそう言うのなら、彼女のやり方から学んで優しい嘘をついてあげるのはどうかしら。え？それってどうすればいいんだ？彼女の流星雨探しの旅に同行し、努力の末についに報われて流星雨が姿を見せてくれるという一つの物語を作るのよ。現実には流星雨が呼びかけに応じてくれるわけがないけれど、夢の中で流星雨を見せることなら手伝えるわ。なるほど、さすがなヒーダだぜ。あなたたちが手伝ってくれたことに比べればお安いご用よ。流星雨を話題にヨイミヤとスメールを回って、準備ができたらこれを吹いてちょうだい。私はこれを事前にアランナラに伝えておくわ。ことの経緯を聞けばあの子たちもきっと喜んで手伝ってくれるはずよ。夢っていうと、オイラたちがアビディアの森でハイポシアに会った時と同じだよな。確かに気づかれにくそうなサプライズだぜ。流星雨が終わって夢から覚める頃には、彼女も何が起こったのか分かっているはずよ。その時なら真相を打ち明けても失望させずに済むでしょ。最高の大体案だぜ。ありがとな、ナヒーダ。気にしないで。私も役に立てて嬉しいわ。でも彼女のところに戻る前に、この流星雨の物語をどう展開していくか考えておいた方がいいわよ。そうでないとすぐバレちゃうもの。うん、考えておくぜ。
ずは流星雨が本当にあるってことを宵宮に納得させて、その上で何かしらの努力をして困難を乗り越えればいいってことだよな。オイラが流星雨を見に行くとしたら、一番気になるのは、そうそう、その二つだ。その情報を探しに行く名目で宵宮とスメールを観光して美味しいものを食べさせてあげればいいよな。名目はそんなにお堅いものじゃなくていいけど、すぐバレちゃうようなやつはダメだ。できれば童話みたいなロマンチックさも取り入れて独創性も持たせて、うー、難しいぞ。おお、流れ星に願い事をするってのは人気があるよな。願いで物語を作るなら、おお、なんか面白くなってきたぞ。じゃあ場所も決めないとな。じゃないと空はどこもかしこも流星雨で埋め尽くされちゃうぞ。で、装置を探すか作るって名目であちこちで遊んだり食べたりするんだな。完璧なストーリーだぜ。別に装置や場所は何だっていいしな。夜宵宮に夢が見せられれば十分だ。ふんだ、それの何が悪いんだよ。オイラを最近知ったわけでもないだろ。それより早く行こうぜ。きっとあいつ待ちくたびれてるぞ。おおきに、道案内してもうてへんかったら今頃迷子になってもうてたわ。気にしないで。じゃあうちに帰るね。ちょっと待ち、これあげるわ。オルモス校で買ったばっかりのアランナラキボリやで。子供の間で人気あるらしいさかい、一個持ってき。いいよ、大したことはしてないし。って受け取ってな。ほら見てみ、この子幸せそうに笑てるやろ。家の中に飾ったり車椅子にかけといたりしたら、あんたもちょっとは元気になれるはずや。なんでそれが幸せに笑てるからってうちもそうならなあかんわけって、アホらしいように思うかもしれんけど、それが笑顔の魔法なんや。信じられへんのやったら自分で試してみ。一日に何遍か見てみたらわかるわ。実を言えば、もうほんのちょっと感じ取れた。お姉さんは喋るのも笑うのも好きなのね。でもどうしてそんなに楽観的でいられるのかわからないよ。あなたみたいな人見たことない。ごめんなさい、あんまりいい言い方じゃなかったね。あなたがそういうのなら受け取ることにする。家まで送ってあげようか。大丈夫、自分で行けるから。よっ、ええとこに戻ってきたな。さっきの子はエービーン言う子やねん。落ち込んでるみたいやったさかい声かけてみてんけどな、最初はなかなか話してくれへんかった。それでうちはスメールシティに着いたばっかりで道に迷った。
地元の人に道案内してもらいたいけど、みんな忙しそうやから、もしうちを手伝ってくれたら代わりに車椅子押したるわってあの子に言うてん。押したらしばらくためらった末にうなずいてくれたんや。まあ道に迷ったんはほんまやねんけどな。ここはあちこちつながっとって、登った思ったら降りたりするさかい、ようわからへんわ。ううん、喋りたないみたいやったさかい、それ以上聞かへんことにした。聞いてもまた嫌なこと思い出させてしまうだけやろ。せやけどまあ、やっぱ立ち上がれへんことに関係してるんちゃうかな。自分は病気になっていつ治るかわからへんとだけ言うてたわ。あの子、人混みを通り過ぎるたんびに辺りを見回すんや。ぶつかるんが怖いんやろかって最初は思っててんけど、あの子の目には憧れとほんのちょっとだけ悲しさがにじんどった。そんな不幸に遭遇したら落ち込むのも無理ないよな。最初はうちと一言も喋りたないみたいやったわ。出てくる言葉もうんとうんだけやった。せやからうちは独り言で絨毯とか香料とか料理のこととか、あとはこことうちとの違いとかを喋っとった。そしたらやっと徐々に話す気になってくれて。内気なごちゅうんはみんなこうなんやで。言うて道中でエービンちゃんが話してくれたんはあんたらが帰ってきた時に聞いたんと同じくらいだけやけどな。なんでも最初はややこしいもんやさかいな。せやせや、流星雨のことはなんかわかった？おお、すごい収穫があったぜ。流星雨はスメールで見られるぞ。オイラたち本当に運がいいな。ほんまに？そらよかった。自分だけで探してたら絶対見逃しとったわ。え？どういうこと？願いに応じる？うちそんなん初めて聞いたわ。流れ星に願い事をするんちごって、逆に願いで流れ星を召喚するってことなんか？それやったら準備してあるさかい、心配せんといて。この前言ってた流星雨を見て花火のインスピレーションを手に入れるってことか？それはただの動機で願いとは言わへんはずや。そんなんで星空がうちらのために流星雨なんか降らしてくれるわけないやろ。あ、そうだな、一理あると思うぞ。こいつ自身が設定を増やしてるぞ。こうなったらちょっと願い事をする練習をしとかへんかったらあかんな。なあ、付き合ってくれへん？まず言葉を整理してみるさかい、それがちゃんと伝わるかどうか聞いてもらいたいね。具体的にどんな願いなんかはまだ秘密にしとくわ。そうだな、ついでにお前が見たことのない景色も見せてやるよ。そんなとこまであるん？そうやったら早行こう。出発出発。待って、いきなり動き出したりしひんやんな。安心しろって、こいつはもうずっと動かずに長い間座り込んでたんだ。せやんな、もう緑色に変わってもうてるし。ほな行こ。帰って自慢できる話題がまた増えたわ。
聞けてへんかったけど、妹さんには会えた？おう。でも旅の終点で会おうとだけ言い残してまた去って行っちゃったんだ。そっか、きっと妹さんなりの考えがあんねんやろ。絶対大丈夫や。やっと話せてよかったや。どうやった？妹さん元気やった？雰囲気変わっとったか？あまり変わってなくてほっとしたみたいだぞ。そうやったらうちももうそこまで心配せんでええな。旅先の景色を全部目に収めたらきっと分かり合えるやろ。だって兄弟やねんから。大鉄塊の頭まで登ってくれるなんてな。ええー、眺めやわ。下に向かって叫びたくなる感じちゃう？ここで流星雨を見られるかはわからないけど、練習の場にはもってこいだろ。せやせや、楽しみすぎて本題忘れるとこやったわ。稲妻を出る前な、うちが流星雨見に行くユンを聞いて、みんな流れ星に願い事したいって言うてくれてん。ほな紙に書いてええで言うたら、結局何十枚も集まったんや。うわ、こんなにいっぱいあるのか。それもあるけど、もっと重要なんは、なんでみんな流れ星を見たら願い事したくなんねんやろってことや。精一杯考えたけど、ようやくが点がいってん。みんな花火で心の中の大切な瞬間を記録する。花火を空に放つたんびに思い出を輝かすんや。言い換えたら花火は過去の象徴や。ほんで流れ星言うたら願いを思い浮かべるやろ。願いっちゅうにはみんなの未来への最高の期待が込められとる。一つは過去、もう一つは未来。どっちも空に咲く絶景やけど、正反対の意味を持ってるんやで。めっちゃすごない？これは単なる偶然やろか。うちはそうは思えへん。うちだけちゃう。ご先祖様かて、うちと同じ気持ちやったに決まっとる。これこそ、ご先祖様が、流星雨からインスピレーションを得られた理由なんちゃうかなって思うねん。そのやり方自体がある意味願い事やったんや。過去と未来の二つを重ね合わせて、どっちも満足するような最高なもんを作りたいって。せやからほんまは外に出られるんやったら流星雨でも見に行こうかなって言うたんは冗談みたいなもんやってんけど、みんなから願いを託された時から使命感みたいなを感じてんねん。よいみや、めちゃくちゃ喋れるじゃないか。練習なんて必要ないだろう。え、こんなんでええの？うちの言うてること理解できるん？うちはぐちゃぐちゃやったと思うけど、何しろほとんど抽象的な概念の話で言葉にするんが難しい。小三みたいなもんやったし。旅人。そういう可能性も考えとったけど、正直、もしほんまにそうやったら、うちは折れてしまうかもな。その可能性がいっちゃん高いんは分かっとる。運も、うちの味方にはなってくれへんかもしれへんし。
せやけど、どんな言い伝えにも前提がある。信じるっちゅうことや。この一歩を踏み出さへんかったら、流星雨に振られることはないと思うね。そうとちごたら、今こうやって流星雨は願いに応えてやってくるんを知ることも、スメールの綺麗な景色をぎょうさん見ることもなかったわけやろ。今回の旅で踏み出す一歩一歩が楽しみやわ。宵宮って本当にすごいな。ん？どないしたん？いやいや、なんでもない。願いの方はもう大丈夫だと思うぜ。でもあともう一つ必要なものがあるんだ。な、確か材料を探して装置を作り上げるって言ってたよな。そうだ、それを使って観測道具を作れば流れ星の出現場所がわかるはずだぞ。なるほどな、いっちゃん純粋な鉱石か。あ、そやったらスメールシティに戻ってあの鍛冶屋のおっちゃんに聞いてみいひん。あの子の車椅子をして歩いてた時に軽く喋ってんけどな、なかなか場数踏んでそうやったし、きっとわかると思うわ。あいつの邪魔はしない方が。鉱石のことは鍛冶屋がいっちゃんよう知ってんのとちゃう？確かにそうだけど。ほな行くで。こっから飛んで降りれたらええのにな。どうしよう。本当に鍛冶屋の人なんかに聞いちゃったら、きっとオイラたちがおかしくなったって思われるぞ。そうするしかないか。オイラもできるだけボロを出さないように気をつけるぞ。最初は宵宮に内緒にするのは良くないって思ったけど、今は正しい選択だったって思うぜ。うんうん、それこそ価値あることだよな。一番純粋な材料で星空を観測するための道具を作るか。うん、特殊な技法で作られたメガネならいけるかもしれないな。だがこの一番純粋な材料っていうのがさすがに曖昧すぎる。もう少しはっきり分かりゃいいんだが、大体どうしても怪しく聞こえるからな。流星雨の噂についても全く聞いたことないぞ。まさかとは思うが、作り話じゃないだろうな。ごめん、そのまさかだったぜ。かんにかんに、稲妻は遠い境、噂が流れてくる前に大事な情報も抜け落ちてしもたんかもしれへん。せやけどどうしても試してみたいね。曖昧な情報で申し訳ないけど、なんとかしてくれへん？うん、まあいいだろう。ひとまずいけそうな材料でサンプルでも作ってやろうか。ううん、ほな頼むわ。手伝ってくれてほんまにおおきに。礼はいいさ、お前らはお客さんだしな。それにたまにはこんなことをやるのも気分転換になる。
適当にどれかを選ぶか。どうせ本当に使うつもりがあるわけじゃないしな。こいつらじゃダメだ。俺が見ても到底。普段使う分にはまあ大丈夫だろう。だが一番という単語には遠く及ばん。どうしてこんな時に職人魂を燃やし始めるんだよ。どうする。材料のことやったら遠慮せんといて。手に入れるんが難しい材料があるんやったらうちらに任せてえな。可能性は全部試してみたいね。噂のことについてなら俺からも鍛冶屋に関するある噂を語ってやろう。それはスメールの鍛冶屋なら誰もが知ってる伝説の材料で、他なんざとは比べようもないほど素晴らしい特性を持っているという。そんな材料を使って鍛造をすることは全ての鍛冶屋にとっての夢だ。生涯をかけて追い求めても手に入れられない奴がいればとっくに持っているくせに、一生鍛造する機会がない奴もいる。え、なんでだよ。材料があまりに貴重なんでな。自分には能力が足りないから使う資格がないと思ってるんだ。言い換えればそいつは材料の極みであるだけじゃなく、鍛冶屋の腕の極みまで象徴してるってわけだ。俺が己を鍛え続けているのはその材料に出会った時それを見逃さないためでもある。つまりそれは夢も象徴しとるってこと？夢、初心、執念、集中、なんだっていいさ。こいつらをひっくるめて純粋だと理解すればお前らの目標はそれなんだろ。その石は総称石という。だが俺も俺の同業者たちもこいつにはお目にかかったことがない。まあなんつうか目標みたいなもんだな。ある種の戒めでもある。なんか流星雨の物語と同じ匂いがするな。探しに行ってみようか。それって本当に見つけられるものなのか。そうやな。どうせもともと追ってるんはあくまで言い伝えなんやし、ほんまかどうかは重要とちゃ。見つかったら大きい収穫やし、見つけられへんかったとしてもなんか他に使えそうな材料が見つかるかもしれへんやろ。それもそうだな。お前ら話し中にすまんが、車椅子に乗った子供を見かけなかったか？見たも何も、エイビンちゃんならついさっきまで一緒におったで。どないしたん？あの子がどこに行ったかご存知ありませんか？ずっと家に帰ってこなくて。え、なんでや？別れた時家帰る言うてたのに。そんな、はあ、突然失礼しました。私はエイビンの母親です。あの子病にかかって車椅子に乗るようになってからずっと気が塞いでいるようで、精神状態がすごく心配なんです。万が一思い詰めて何か取り返しのつかないことでもしたら。大丈夫やから、まずは落ち着き。焦ったらあかん。うちも一緒に探したる。あの子のことが分かるとまでは言えへんけど、ちょっと内気なとこがあるだけで過激な考えは持ってへんように見えたで。そうでしたか。少しほっとしました。あの子私には何も教えてくれないものですから、何を言っても無駄だと思っているらしくて。でも話してくれなければ何を考えているのかなんてわかるはずもないのに。こんな風に焦っているとまた変なことを言ってかえってあの子を怒らせてしまうかもしれませんね。安心し、帰らへんのはきっと理由があってのことやさかい。とにかくあの子が何を考えてるんか理解してみるんや。それで知りたいんやけど、エイビンちゃんがずっと現状を受け入れられてへんのには何か特殊な事情があるん？
私もよくはわからないんですが、病気の件は確かにあの子に大きなショックを与えたと思います。あの子、小さい頃から運動神経がよくって、走り回ったり跳ねたりするのが大好きでした。将来は偉い冒険者になりたいと、そう私に言ったこともあるんです。でも病になってから、あの子の足には力が入らなくなって、立ち上がることができなくなりました。いろんなお医者さんに見てもらったんですけれど、皆さんなすすべがないと。ゆっくり静養するほかなく、再び立てる日が来るかどうかは誰にもわからないとまでおっしゃって、あの子は足が永遠に治らないと信じきってしまって、ずっと抱いていた夢も打ち砕かれたと思っているんだと思います。本当に突然のことで、理不尽極まりないことです。よう分かったわ。なんとか見つけ出して説得したる。堪忍な、うちらの流星雨探しは一旦中断やわ。オイラたちも一緒に行くぞ。鍛冶屋のおっちゃん、車椅子に乗った子を見かけへんかった？すまんが、ずっと目の前にある金床しか見てなかった。心当たりはないな。だが人探しならサーディグのところに行ってみろ。俺の仕入れ先のやつなんだが、今日は一日中トレジャーストリートを出入りしてたから、何かあったなら見かけたかもしれん。その人がどこにおるかわかる？おそらくあっちで休んでるだろう。ちょっと歩けばすぐだ。わかったわ、教えてくれておおきに。ほな、うちらはあっちで聞いてきとるわ。心配あらへん。そう遠くまでは行けへんやろ。本当にありがとうございます。私たちは引き続きシティ内で手がかりを探してみます。もしあの子を見つけたらどうか教えてください。本当に本当にありがとうございます。そういえば覚えがあるな。荷を運んでいた時なんだが、車椅子を漕いでいる子を見かけたよ。それが結構大変みたいで、ずっと荒い息をしてたもんだから、助けがいるかって聞いてはみたんだが、無視されちまったんだ。まるで何にも聞こえてないみたいにな。なんか考え事でもしてたみたいやな。ああ、俺もそう思う。何かあったのか？ひょっとしてあの子いなくなっちまったのか？せやね、今うちらで探してるところやねんけどな。そうか、そりゃ心配だな。わかった、俺も友達に聞いてみるよ。あの子はあっちの方へ向かった。道沿いに聞いてみれば何か手がかりがあるかもしれない。おおきに、もし手がかりが見つかったら緑の首巻き巻いとる人たちに教えたって。30人団のことだな。了解。ああ、覚えがないな。薬草の世話をしていたんだ。申し訳ございません。ずっとトラブルを処理しておりましたので見ておりません。もしその子が本当に何か怪我をしていたら、一刻も早くビマリスタンに連れておいでくださいね。手配いたしますので。
車椅子に乗った子供？すまない、いろいろと整理をしてたから何も見ていないよ。それなら見た。あっちに向かった。責務だから話しかけては見たが、とても大事なことをやらなければいけないから邪魔されたくないと言っていた。なんかあいつちょっと変な様子だったんだな。とにかくその子ならシティの外に出た。道に沿って行けば追いつくはずだ。わかった、ありがとうさん。